これから腸腰筋のストレッチをします。まずチェックポイントとして、仰向けに寝た状態で足を上に上げた時にうまく上がらない人や上げにくい人はこのストレッチを行ってください。まず片方の膝を両手で抱えます。というところまで胸に近づけるように引っ張っていきます。その時に反対の足の膝が少し浮いてくるので、この膝が浮かないように膝はしっかりと抱えたまま、片方の足の膝、浮いてきている方の膝を床へと近づけていきます。そうすると伸ばした方の足の付け根が伸びている感じがかすかにするので、その状態で深呼吸を3回します。では足を下ろして、この状態で左右3回ずつ繰り返した後に足を上に上げていきます。ストレッチの前よりも足が軽い感じがして、下がれば